ごめんて。なんだ。ごめんて。いいって。そんな拗ねるとは思わんかったやん。ごめんて。俺も別にそんな富士急行ってほしい気持ちは別にないからさ。全然。思いのほか嫌そうだった。思いのほかさ。いや嫌だろ普通に。嫌なのか。キャッチボールは乗れない人が行って。乗れるやん。乗れるやん。乗せられられるだけだよ。じゃあもう変えるしかないからな。いいって、いいって変えてあげるって。こういうのね、できないチームだから、大丈夫。これはプライベートだから、ほぼたまたま。嫌だねえ、このまま終われ。プロと戦えて終わるのに、これで変えたら僕も戦える。変えさせて。変えさせてよ。いや、絶対に変えない。せめて楽しむ気持ちがさ、楽しもうかなって思えるところがいいよね。そうそうそう、全くそれがないとしたら本当に楽しめないからさ。そう、どんなことも楽しむ気なかったら楽しめないから。何がいいかな。また完全一新しても返しちゃうけどね。やだ、それは嫌もん。楽しめないのはちょっと申し訳ない。そう、ちょっとかわいそうだなって、本当に。いいって、かわいそうなことして笑うグループだろ、お前ら。違う、人にかわいそうなことさせて、それがおもろいんだろ。お休みだからさ、明日は。大丈夫、それみんな一緒だって、重さ変わってるし。そう、そういう、そうなんだよ。で、ドジミツが俺は絶対無理って言って、言ったら、こいつ つまんねえなってなるやん。でも別に俺は帰れなら帰りゃ俺戦うのバグだから。俺もこれで大丈夫、強くなって。僕戦うの嫌だもん。あなたのプライベート、あなたは一人人間ですから。いや、そうだよ。だから、だってお前らはいや、外れ言わないって言ったじゃんかよ。外れじゃないもん。価値観の違いで。そうそうそう。だから、ちょっと修正、そこの、すり合わせをね、今からしようかなって。いいって、それはいらないって。俺、いじたら、やめろ。年光が怒ったぞ。いじたら、なぜか年光が怒ったぞ。かわいそうって言われたいんか。いや、違う。どうすればいいのこれ。あ、だから別に変えればいいと思う、普通に。だから楽しんでほしくて提案したから。そうそうそう。いや、嘘つくな。いやいや、お前は出ちゃいいけど、この人は絶対違ったぞ。いやいや、だから本当に楽しめないとは思わなかった、そこまで。多分亮の思ってた理想のリアクションは、うわ、富士急一人かよ、あーもうまあいっか。まあさ、俺でも技術さんだからしたら、うん、他の人は多分なる、うん、そう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 。いや、なる。今俺は富士急って言われたり、もし富士急行くってなったら、うん、まあ、行きたくねえ。いや、これやって、これやって1個乗って出ると思う。あ、そうそう、そうだよね、うん、1個乗った時点でもういいやってなるよね。めっちゃ乗れる側になったと思ってた。そうそうそう。じゃあ、乗れるであって、乗りたいわ、うん、乗りたいわけではない。人に乗せられて、後から楽しかった意外とっていうことができるようになっただけ。それいいやん、今それをやっただけじゃん。人に乗せられないもんだから。いや、ここでそれをやったようなもんじゃん。じゃあ、長島に変えてあげたら。長島ならどう？長島ならギリ。温泉もある。あそこは車で一緒だから。そうそうそう。で、アウトレット行ってきていいしさ。違うんだよね、このなんか。わかる、まあ、やりたかったことが違う。それはわかる。長島温泉があるよ、だって。ご飯食べたいな、お腹空いたって言ったら、いいよ、寝て。いっぱい寝ていいからって言われてると同じ気持ち。いや、嬉しいじゃんって。いや、嬉しいよ。いや、リフレッシュしたいって言ったじゃん。自営じゃん、リフレッシュって。リフレッシュだよ、テーマパークは。気分転換ね、気分転換。長島か、ユニバー。本当にこの山盛りの一番疲れるな。ユニバーのユニバー、うん、テーマパーク内で変えていいよ、好きなところ。ユニバーだったらなんかアメリカンを気取って、なんか椅子に座ってすかすこと可能。おービール飲みながら、ホラーナイト、あ、ホラーナイト見ながらなんかすかすこと可能だ。もうやってんだ。いいじゃん、ね、やってるもん。もうホラーナイトやってる。すごっ。あれ、全然わかんないけど。うん、どこでも一緒じゃない、なんか。いや、でもなんか俺ユニバーの方が富士急よりはエンターテイメント性があるから。富士急マジ乗り物を楽しめなかったら終わりだから。まあ富士急はそうだけど、なんていうの、この人のいっぱい集まるところにわざわざ行って並んで疲れるのやの。ユニバー買えばいいから、なんかそういうやつを。あ、ファストパスみたいなやつね。いや、乗り物別に僕楽しくないもん、別に。いやいやいや、何をおっしゃいますか。楽しいんだよな。ユニなんかここで買えてユニバーに行くくらいだったら富士急に行った方がいい。前回富士急楽しめ、あのユニバ楽しめなかったじゃん。なんだっけ、なんでやっけ。全身タイツのせいで。え、進撃の巨人になって。進撃の恋人のせいで。めちゃくちゃ呼吸困難になってた。私服でいけるよ、今回は。好きなテーマパークにする。だから僕、テーマパーク好きな人の好きじゃない人の気持ちを分かってくれないよ、この人たちが。つながったの。じゃあ、じゃあ別にテーマパークじゃなくてもいいけど。じゃあ、好きなパークにしよう。いや、好きなパーク。ワンパーク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 でも電パークでもいい。道の駅はもう電パーク腐ったつな。好きなパークに行って休みを満喫すればいい。いいって、ハイランドで。なんでハイランド行きたがるの。都心さん意地張ってますよ。ダメだ、意地張っちゃ返せって言われてんか。いや、そうするとさ、ちょうどじゃんけんの意味なくなっちゃうから。いや、でも別に今回に関しては別にね、
楽しめるとこ提案したつもりが間違えたの。間違えちゃったなんだこれは。間違えちゃったんだって。マジで楽しめないと書いてほしい。間違えちゃった、ごめん。一番行きたいとこは虫さんの僕一番、今一番、え、どういうこと。あの、俺らが案出した中で一番行きたい。そこらは飛騨高山だったな。まあ、ここに似てるからね、ちゃんと。じゃあ行っちゃおう。いや、いやだ。それはすごくない、それは横暴すぎる。横暴なんだ。それはやばい。なんかないかな。いや、実際マジでワクワクしていかないとつまんないから。そう、行かせない方法も考えてるから、今。なんでどうしたら虫さん…そのテンション実際楽しくないから。そう、もったいないなっていう。楽しくなさをプレゼンしていけばいい。富士急実際ね、の意味ねえよ。乗る意味だって、意味わからん道通されて同じ場所に帰ってくるよ。意味わからんよ。トミーが言っとったやつやん。そうそうそう、あいつ言ってること正しい。トミーの言うこと正しい。テーマパークは気持ち大事だね。そうそうそう、意味がないことだから、あれは。楽しむっていうことしか意味がないから。そうそうそう。実際台風追いかけちゃってるからさ、乗れるかどうかわかんない。確かに無理かもしれない。確かに変ななんか運休の知らせ。そう、めっちゃ楽しいな、それ。運休の富士急一人やばいな。さっき調べたら晴れだったからさ。ああ、富士山とかすぐ止まる。ドドンパでメガネ壊れるかもしれない。ドドンパはないんだ。ドドンパって今もうまだリニューアル終わってないっけ。どんなんだっけ。あの一瞬でピューンってやつ。風圧でメガネがパリーンだって全面に。僕のメガネがパリーンになったら、この世の全員全メガネがパリーンになる。メガネを外してくださいって言う。そうだな、危ない、やめよう。危ないな。何が危なかった今。今危なくないよって話した。危ないな。身長制限で全部乗れんかもしれない。本当だよ、それはあるじゃん。女全然乗れんじゃん。やばい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 。だいたい120センチとかだから乗れないよ。乗れる。うわー、無理だ。完全に引っかかる。間違えて富士山行ったら危ないし。富士市に行っても間違えちゃう。それは危ないじゃん。もう一回だけじゃんけんしよう、じゃあ。いや、ダメだ。お願い。ダメだ。お願い。ダメだ。水にかけるぞ。なんで。お願い。リアルの心境はさっきよりちょっと楽しめそうな気がしてきた。ん？ちょっと楽しい気がしてきた。いや、意地張ってる。言うな自分で。なんだろうな。所詮サブちゃんだから意地やめようもん。なんだよ、そんな所詮サブちゃんだからって言ったら、今まで晩御飯じゃんけんで頑張ってスキヤ行ってきたのがバカみたいじゃん。我々はみんな楽しんでやってるじゃん。意図が違った。俺もこうなるとは思わなかった。うざいなって言いながらスキヤうまいって食うやん。そう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 、うざいなって言いながらもう美味しく好きやから、みんな知ってるからじゃんけんしちゃう。でも、でも分かった。でもじゃあこれで僕が飛騨高山に行ったとするやん。でもこれってあのじゃんけんのハイランドを取ってきた飛騨高山だよなと思っちゃって、多分楽しめない。そいつ性格悪すぎだろ。大丈夫だって、大丈夫。本当は僕今富士急に行ったのにこんな電車乗ってていいのかな。いや、みんな虫さんにみんな休んでほしいと思ってるから大丈夫だって。むしろこのまま富士急にこのメンタルで行かれたらこっちの罪悪感が。そう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 。もう明日の気持ちできすぎて、ディズニーのスマホアプリめっちゃ見てるんですね。ディズニー行くから明日。お前やば、めちゃくちゃ見てる。レストラン検索してる相手なの。僕が飛騨高山に行ったのに富士と清水がさディズニーランド行ったらこいつただ行った人になっちゃう。それでも俺は明日の仕事の後の、やっぱり、うん、俺ら普通にただ遊びに行くだけだ。じゃあ仕事はお前ヘソしてんのに行くなよな、ディズニーランド。虫さんがどこで明日楽しむかだよ。虫さんどこ行きたい。ハイランドだ。絶対ハイランドじゃない。じゃあじゃんけんしよう。じゃんけんで虫さんが勝ったらハイランド行かせてあげるから。俺が行くって言うの。俺が一人で行く。何でパン。俺が行くって。俺が一人で行くから。夢丸が行くっていうのは言うとってもいいよね。絶対いかん。だって、虫さん休まれる。絶対いきません。行け。お前が行け。俺が一人で行く。俺は飛騨高山行ってくるわ。あー、夢丸がかばってあげないからさ。かばう。漬物ステーキ食べたかったな。ん？漬物ステーキ食べたかったな。いいわ、明日から食ってくるから。こいつ折れんな。こいつ全く折れんぞ。決めてリーダー。どうしたら虫さんに富士急行かせないことができるか。いいんやん。今行っても絶対楽しめないから、うん、そのメンタルじゃ。もう意地で諦めちゃってるもん。もう明日じゃなくていいよっていうか、もうどっかで富士急に行くっていう。うん、一人ね。と明日普通に自分が行きたいところに行って、後日どっかで一人富士急。その時誘ってもいいしね、誰。いや、一人一人それ一人です。どうすか。いや、僕結構仕事を早めに終わらせるタイプやん。違う違う、仕事だって言ってるもん。ほら、明日じゃなくて、うわ、富士急行きてぇなーってなった時に。なんでだろ、一人で行ってほしいの。いつなんだよ。延期にすることによって仕事にしよう、それを。明日プライベートと富士急のなしで行く。ああ、なるほど。もう禁止。はい、禁止でーす。なんでもう。富士急禁止でーす。楽しんでくるが条件なのに、条件満たしてないから。一生楽しめんくない、あそこは。一生楽しめない。
このサブちゃんを消化するために後日罰ゲームとしていただきますもん。いやだから嫌だ、だったら明日行かせて。なんで？いやだ、その1日作るのも嫌だ。じゃあいつでもいいんだよ、10日前の罰ゲームって実はいつでもいいってことになってるからさ。いつでもいいんだよ。ここだっていう瞬間に、嫌だ、今までさ、もうやったって言って言う側だった僕がさ、1個この罰ゲーム持ってんのは嫌だ。富士急行けよって言われるのか。お前も言ってねえじゃないかって言われる。いいって、みんなで仲良くしよう。お互い言わなきゃいけない。ねえ、そういうのダメになってグループの典型じゃないか、お前それ。やりたいようにやるんだよ。どうしたら行かないでくれる、富士急に。犬丸が行くなら。リサイは行かない。じゃあ行かなくていい。ダリーって言って笑いながらやってるとこが面白いんだから。いや分かった、ダリーって言いながらやるから。違う、もうダメだって。そういうことじゃないんだよ。どういうことだよ。演技じゃないんだよ。頭カチカチだよこいつ。カチカチかよ。ほら罰ゲームお兄さんが怒ってるから。罰ゲームお兄さんが何貯金するよ、俺に。俺にとかあんの。俺に預金できるけど罰ゲーム受け負い預かっといて。私立が罰ゲームさって意思つかないけどね。楽しむ気持ちがない人に罰ゲームさせられません。はい、もうリーダーの権限です。このグループで罰ゲーム楽しむ気持ちがない人はやっちゃいけません。そんなもんただのいじめです。お前腹立つな。いいこと言ってる。うざいって言いながら楽しめることが大事なんですよ。お前説得力あんな。めちゃくちゃ説得力。そうなんです、罰ゲームはね、自分と周りが笑って初めて成立するんだよ。おお、かっこいいぞ。誰かが悲しい顔したらそんなものは見たくない。素晴らしい。まだ早く出せよ俺の財布のやつ。ずっと俺持ち歩いてんだよ。ロちゃんね、疲れてんだよ結構。毎回使うと時期があるやつがあるから。決定したよ、リーダーのせいで。もう今もうそのメンタルじゃ俺らがもうかわいそうに見てられない。じゃあ僕はどうすればいいんだ、今のさっきのじゃんけんで負けたね、リオが勝っちゃったの。虫さんからどこで消化すればいいんだ。虫さんがなんかちょうだい。何かわいそう。これなら虫さんが妥協して富士急行かないでやろうって言ってくれるやつ。明日僕は楽しいことをすれば免除されるの。そうだよ、うん、それしか求めてないから、うん、私はリフレッシュしたっつって。いやダメだよ、あれはじゃんけんで負けたのは負けやん。あ、それじゃあもう後日普通に富士急行くでしょ。それは楽しんでなくてもいい。それは楽しんでなくていい。何さっきの罰ゲームのやつは。じゃあ、いやそれはおもろいやん。明日さ、ウキウキ一人旅するぞってウキウキしてた人がさ楽しめないのはかわいそうやん。そうなんだよ、かわいそうだからってことか。そうかわいそう、そのメンタルじゃかわいそうだもん。同情されてるよ。いいの、虫さん。富士急に行くことはダメ。なんだよ、虫が怒るよ。もう声にもならん。レパートリーなくなってんじゃん。だから明日どこに行くか決めよう。まあ明日ほんと自由でいいと思うけどね、もうそうなったら。じゃあ富士急を出すってだけで。富士急という風を僕が背負ってるってことは。そう、楽しめないんだからもう。それは明日消化しちゃいけません。なんでだよ。見てられん。そんな姿もね、怒られてる。おかしいサムちゃんなってるな。分からん、それは僕怒られるんだそれ。一人旅ワクワクしてない人だったら、無理やりただ行かされるだけだったらさ、嫌がってるとこ面白いけど、うん、明日という日を楽しみにしてる人に行かせたら申し訳ないから。そういうことです。飛騨高山に行ってください。待って、でもお前らだぞ、このじゃんけんしようっつった言い出したのは。飛騨高山に行ってください。漬物ステーキかよ。あれおせんべいに乗ったお寿司もある。よかったな。サルボボじゃねえかよ、そんな。サルボボ買ってきてください。あ、サルボボいいな。金のサルボボ買ってきてください。赤い橋でお天気中継映ってきてよ。ズームにいたかい。わかりましたか。わかったよ。よっしゃー、飛騨高山決定。いってらっしゃい。やった。後日富士急な。